この曲上がるな、恥ずかしがんなって踊れって、やればできるじゃん。決して早く、やかましい音楽を鳴らすな。何と言えば分かるんだ。鳴らしてねえし。まさか。うぜ、父ちゃん帰ってきた。ふざけんな。マックス早く隠れて、見つかったら私がぶっ殺される。クロエ何してるんだ、早くドアを開けろ。着替えてんだよ、うるせえな。マックスどっかに隠れろ、早く。クロエどこに、何してるんだ。こんなか。何を隠してる。着替えてるっつってんだろ。嘘をつくな、いいからここを開けろ。でここで崩れてくるとなったら巻き戻す。よし。何を隠してる。着替えてるっつってんだろ。スランプどかしてからの、ここを開けろ。何をしてる。クロエ、ブラジャーが引っかかったんだよ。ふざけるのもいい加減にしろ。たく、何をしていた。服着替えてただけだって大げさなんだよ。ごまかそうとしても無駄だ。やっぱり警備員のデイビッド。銃が一丁なくなった。お前か。あんたの銃なんか取るわけねえだろ。そもそも銃は嫌いだ。おい、なんだこれは。またここで吸ってたな。いちいちうるせえな、ほっといてくれよ。俺に口答えをするな、質問に答えろ、命令だ。誰のだ。さあここで二択、隠れておく、もしくは口を出す。一旦隠れよう。私もママもあんたの軍隊の兵士じゃない。黙れ、ジョイスは関係ない。さっさとママと別れろよ。クロエ、すまない。ジョイスは大切な人だ。だがお前の態度は。二度と私に手あげんじゃねえぞ。今度やったらすぐに警察呼んでやるから。口だけだな。豚箱にぶち込んでやる。クロエ、お前は何も分かっていない。クロエ、大丈夫。絵に描いたみたいなクソ親父だったろ。ごめんね。いや、見つかってたらあれじゃ済まないし。想像つかないよ。とりあえず窓から逃げよう。いいところに連れてってやるからさ。デイビッド、クロエになんてことを。もし私が割って入ってたら。やってみようか。親子仲は本当に最悪。さまき戻し、ちゃ、やりすぎた。クロエ、待って。何してるんだ。誰のだ。さあここで口を出す。ごめんなさい、それ私のです。そういうことか。俺は他人を家にあげない。特に問題児はな。よくも人の家にこんなものを。警察呼ぶか。当然学校にも報告が行くだろうな。どこで何をしようと勝手だが、クロエまで一緒に巻き込むのはやめろ。学校での一件といい調子に乗るんじゃないぞ。次から次へと。どうした、口答えしないのか。やめ、なんとか言え。私の友達にそんな口聞くな。お前に友達などいない。あんたこそ警察気取ってんじゃねえよ、ただの警備員だろ。元軍人のな。マックス、今度この家に来たらただでは済まないからな。マックスには特別に見せてやるよ、新しいおもちゃだ。プライス、クロエ・プライスだ。バン！ちょっと危ないよ。大丈夫だよ、弾入ってないし。まだね。銃は嫌いなんでしょ。男が持つ場合の話だよ。姉さんとデイビッドとか危ないやつばっかだろ。かばってくれてありがとう。マックスのおかげで追い払えたよ。うちら怖いものなしだな。最高の気分だ。よし、窓から逃げよう。とっておきの場所を知ってるんだ。
一応クロエをかばう形になった。まずい状況じゃない。クロエのためとはいえ、嘘をついたら奨学金が危ないし、自分のことも考えないと。まあでもゲーム的に奨学金が打ち切られて退学になって終わりっていう結末はないでしょう、多分。そんでね、お外に行きましょう。ここに来るとさ、ガキの頃思い出すよ。早く来いよ。待ってよ。ここに来るのは久しぶりなのに、さっき来たばかりのような気がする。これって授業中に見た夢で通った道と全く同じ。そしてまた灯台、ライトハウス。また悪夢を見てるみたい。しかしあの嵐はない。とね、ウォーレン。あの喧嘩でボコボコになった。地球からマックスへ。こっちは白騎士ウォーレン。俺のこと心配してると思ってさ。本当にありがとう。助かったよ。後で絶対電話するから。約束する。分かった。それとさっきの秘密教えてくれよ。で、わらわらわら。鳥はいいよね。いつでも逃げ出せて。特に異変もない。これからもしかしてあの嵐が起こるの？クロエが秘密基地の目印に書いたやつ。非常事態の時にお互いを見つけられるようにって、はあ、そこに骸骨マーク。まあ竜巻が来るっていう可能性もなくはないか。ハリケーン。未だに町の子はここで遊ぶんだね。私は来なかったな。と落書き、ここにもビッグフット。ここにも。変だな。このマークを見ると風を連想する。ビッグフットじゃないなら何の足跡かな。で、これが灯台の入り口。鍵がかかってる。昔は階段を駆け上がったり降りたりしたな。トラストノーワン。誰も信じない。これいつからあるの？で、最後にクロエ。しばらく一人にしようか。座んなよ。ご機嫌だね。ありがとう。ありがとう。ここに来たら気持ちも晴れたよ。おかげで助かったよ。クロエは強いね。デイビッドは本当に最低だよ。嫌な思いをさせてごめんな。クロエは毎日でしょ。いつもあんな風なの？ママが家に連れ込んだ途端ずっとあの調子だよ。ケイトをいじめてた。写真を撮っておけば。今日ケイト・マーシュをいじめてるの見たよ。ケイトなら知ってる。クソ親父はなんであんないい子を。デイビッドはちょっと普通じゃないよ。秘密のファイル作ったりな。敵の情報でも集めてるつもりだろ。ファイル見たか？あのケイトの写真のファイル。見た。気になっちゃって。やっぱりな。何が入ってた？ケイト・マーシュと他の生徒の隠し撮り。いくら仕事でもやりすぎだろ。戦争じゃねえっつ。監視マニアなんだろ。家の中にもカメラがありそうだ。
やっぱり知らなかったんだね。クロエの家監視されてるよ。はあ、嘘だろ。家中に隠しカメラがある。ガレージのモニターに映ってたの。やっぱりあの野郎どうかしてやがる。ひとまず知らなかったことにしよう。知らない方がいいこともあるよね。クソみたいな人生だよ。この街じゃ誰も秘密を持てない。姉さんにも秘密が。クロエでも。クロエでもどうかな。なんで姉さんを脅してたの。あいつは学校の生徒にヤバいもん売りつけてる。私も騙されて飲まされた。嘘。初めて会ったのはとあるしけた飲み屋だ。酔ったあいつは札束をちらつかせてた。それでちゃんと説明して。私がバカだった。泥酔してたからいいかもだと思ってさ。そんなにお金欲しかったの。欲しかったよ。借金山ほどあるから。レイチェルと町を出る資金も貯めときたかった。姉さんとはどうなった。借金いくらくらい。借金っていくら。3000ドルとその利子。姉さんから巻き上げようと思ったのに。飲み物に妙なもん入れられてさ。信じられない。もちろん信じるけどひどすぎるよ。それで気を失って倒れて、目が覚めたら姉さんがニヤつきながらカメラを構えてた。それでよく覚えてないけど、弾を蹴ってやろうとしたらランプに当たって、奴がひるんだ隙に逃げたんだ。マジでヤバかった。信じられない。ひどすぎる。ひどすぎる。冗談じゃないよ。それでどうしたの。口止め料を巻き上げようと女子トイレに呼び出した。それがさっきの。あの野郎許さないからな。やめときなよ。警察へ行こう。私たちだけじゃどうにもならないよ。警察に知らせなきゃ。無駄だよ。校長に言いつけて何かいいことあったか。毎回助けられるわけじゃないよ。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのはきっと運命。これが運命なら、レイチェルを見つけたい。レイチェルに会いたい。私の大事な人はみんないなくなるんだ。こんな街、爆弾落として吹っ飛ばしてやりたい。私がこんな目に。どうしてまたここに。そして再び東大。クロエはまだいるの。確かめなきゃ。危ない危ない。でそこに半透明の鹿がいる。鹿さん、これ精神世界なのか。こっち行けんぞ。オレゴンでこんな嵐なんて。そっち行けません。こっちは。なるほど。時間を巻き戻しても元の場所に戻らない。なので瞬間移動と同じ結果を得られる。鹿についていけばいいのかな。さあ、つまり。よし、これで素通りして、でこの後に。なるほど。でそこに鹿がいる。どこに。危ないよ。怖い。何が起きてるの。
そして再び竜巻。そんな、また竜巻が。現実なの。よし、で通路ができた。と思ったら。そっちへ行けなくなる。となったら、よし、再び戻して。今のうち。で、ここに何？新聞？10月11日。今は金曜日。あと4日しかない。そんな。あの竜巻、町に向かってる。クロエ、よかった。戻れた。どうしよう、やっぱり夢じゃないんだ。私どうしたら。おい、大丈夫か？気失ってたぞ。違うの、聞いて。また見えたの。町が大きな竜巻に襲われる。オレゴンに竜巻なんて滅多にない。夢だろ。本当なんだってば。空気がビリビリするのまで肌に感じて。とにかく落ち着けって。クロエ、信じてよ。他にも聞いてほしいことがあるの。すごくありえないこと。言ってみなよ。今日授業中にも同じ光景を見たの。我に返ったら時間を巻き戻せるようになってた。笑わないで。嘘じゃない。いや、何言ってんだ。トイレでクロエを助けた時だってそう。時間を巻き戻したっていう。クロエが撃たれるのを見たの。クロエが目の前で死んで。だから戻って非常ベルを押したの。マックスが想像力豊かなオタク少女ならばよく分かったけど、アニメとかゲームじゃあるまいし。だけどできるの。本当に怖くてしょうがない。落ち着けって。今日はいろいろあったから。おい、なんだこれ。雪？こんなにあったかいのにか。バカな。異常気象。嵐の予兆かも。マックス、最初から話して。ちゃんと聞くよ。さあ、これでエピソード1をクリア。で、これが自分が取った選択になります。今回はこれほぼ全部多数派ですね。一番最後のクローゼット、あれがちょっとばらけてるくらい。